皆さんこんにちは。徳井空のガチャガチャした話、番組 MC の徳井空です。よろしくお願いします。そしてバッ、皆さんこんにちはカプセルトイソムリエの武士ガチャ王です、うん、おー武士ガチャ王さん、こんにちは。あーなるほど、なんかちょっと、はいはい、ちょっと突っ込みたいところはあるんですけど、はい、いいですよ。まあ、一旦ね、第1回目なんで一旦置いときますね、はい、この番組はブシロードクリエイティブのカプセルトイの新商品の紹介をですね、うん、行う情報発信型バラエティ番組となっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや第1回ということで、はい、そうですね、最初ですね。そうですね、私とそしてこのなんか丸いおじさんと、これ何なんですかこれ。あの武士ガチャ王と申しまして、うんうん、一応まあまあ普通のおじさんなんですけど、うんうんうん、ちょっとガチャガチャ好きなんです、うんうん、なんで今年の1月に、うん、カプセルの中に入るっていう仕事に、結構最近ですね、はい、そうに転職しまして、うん、今に至ります。へー、前は普通に働いてたけど、はい、今はカプセルに入ってるってこと。そうですね、まあ本当金融業界にもいましたし、うん、前職ジュエリーとか扱ってる会社にいたんですけど、うんうん、まあ、ちょっと気が付いたらこういう感じですね好きでそれは入ってるんですか。そうです、好きです、はい、そうなんですね。ちゃんとお金もいただいてるんで。これでお金がもらえるの。はいはい、今まさに時給900円ぐらいですけど。発生してんの、はい、いくつでしたっけ、何歳ですか。43歳です。 43、はい、結構いってますね、はい、まあまあでも独身ですし子供もいないんで、はい、自由気ままに。だったら時給900円くらいでも全然、はい、全然いけます、全然いけます。全然いけるんですね、はいはい、これは目が合ってるな。目が合ってますね、はい、目が合ってますね、すごい見てますよ。最近こう回したガチャガチャとかで、はい、なんかそのおすすめみたいな、はい、お気に入りあったりしますか。そうですね、まあ、ちょっと他社さんなんですけど、うん、コップのプチコとかも大好きでいつも回しちゃいますね。結構集めてますか。すごいですね、家にプチコだけでも多分400体ぐらいあるんじゃないですかね、うん、ちなみにこのガチャさんは、はい、ブシロードクリエイティブの人なんですか。一応その業務委託という形で、うん、業務委託、なるほどね、はい、いやそもそもね私ね、はい、もしかしたらこの番組を見てる人の中で、うん、ブシロードクリエイティブってそもそもなんだろうと思ってる人がいると思うの。そうそう、だってブシロードってカードゲームしたりプロレスしたりする会社でしょ、うん、そうですね、はい、何ブシロードクリエイティブって、はい、ブシロードクリエイティブですね、うん、2016年に誕生しまして、うんうん、本当キャラクターグッズとかを専門に扱う会社なんです、うん、ブシロードの子会社なんですね、うん、へー、はい、でその事業の一つとして、うんうん、ガチャガチャ、いわゆるカプセルトイ事業というものを始めまして、うん、今年の2月から商品がついに出ると、うん、はい、でそれを記念して、徳井さんと一緒に番組やりたいなというふうに、なるほど、ね、はい、思いまして、ありがとうございます、はい、どんどんね会社作るのが趣味なんですよ、親会社の社長がね、はい、まあまあ私もねお世話になっておりますけども、私も、はい、ね、そんな新しいブシロードクリエイティブ、そして新しいこのカプセルトイについて情報をどんどん発信していこうと思います、はい、それでは私徳井空とガチャオでお送りいたします。記念すべき第1回スタートでーす。スタートでーす。さあそれでは早速最初のコーナーです。ズバリ商品紹介のコーナー。パチパチガチャ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 、拍手の役割なんですね。そうですね、はい、これしかできないなるほど、このコーナーでは私徳井空がガチャガチャを回して実際に出てきた商品を紹介するコーナーです。はい、それでは早速ね、はい、もう番組始まった時から気になっていた方もいるかと思うんですが、はい、うん、じゃあ早速ブシロードクリエイティブ2月発売の新商品を紹介していきたいと思います。はい、お願いします。さあ何が出るんでしょうか。ガチャガチャ回すの嬉しい。本当にちゃんとコイン入れるんですね。ね、コイン入れちゃいます、はい、あ、ガチャってる、ガチャってる、ガチャってます。出る、あ、出た出た、あ、真っ黄色のが出ましたよ。じゃあすみません、徳井さん開いていただいていいですか。何が入ってるんでしょうか。あれ、これは何でしょう。じゃじゃじゃこれはもしかしてリゼロのキャラクターじゃないですか。そうですね、こちらがリゼロから始める異世界生活コレクションフィギュアです。記念すべき1商品目ということでね。あとリゼロのガチャガチャ商品はこれがですね、うんうん、初めて、うん、そうなんですか。ブシロードとしてではなくてリゼロとして初めて。おお、すごい、めちゃめちゃ可愛いですよ、はい、
まあ、推しのところは本当にあの細やかな彩色、細やかな、いわゆるモールドと言われる凹凸ですね、うんうんうん、はい、すごくクオリティの高い、これで300円ですからね、安い、はい、非常にいいかと思います。いや、これあったら私回しちゃいますね、はい、ぜひお願いしますね。こちらテレビアニメリゼロから始める異世界生活より初のカプセルトイ商品が登場です。オニデムバージョンを含めた全5種類の可愛いデフォルメフィギュアに注目です。それじゃあどんどん回していきましょう、はい、じゃあ回していきますよ。お願いします。ガチャ、お、回ってますね。ガチャ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 、おー、出ました。お、今度は紫。何ですか何ですか、次なんかすごいの出た。こちら渡辺直美さんですね、うん、渡辺直美さんのコレクションフィギュア、すごい顔、ね、こちら皆さんご存知、大人気芸能人渡辺直美さんの SNS で話題となった写真をフィギュア化したものだそうです。しかもこれも初のフィギュア化ということで、はい、そうですね、初めての立体化ですね、まあ、すごいですね、うん、まあ、皆さんもね、もしかしたらもうフォローしてるかもしれないですけど、うん、あの渡辺直美さんはもうインスタグラムが実は国内最高の人数のフォロワーが、うん、すごいみたいですね、500万人以上いらっしゃるらしいんですよ、うん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 、でそのインスタグラムで話題になった写真を元にしてるんですね、うん、このフィギュアは。写真をいつもチェックしてる人はフィギュア見たら、これ私見たことある、はい、いいねした写真が、いいねした写真がそのままフィギュアになってガチャガチャに出てくるよっていう、はい、かわいい。この体のラインがすごいかわいいですね。そうですね、やっぱ肉感はすごいこだわって作ったんですよね。かわいいですね、はい、しかもこれはあのご本人にもちゃんと監修していただいてまして、ご本人のチェックを通っていますので、うんうんうん、クオリティには自信がある商品になってます。すごい、何種類ぐらいあるんですか。こちらもですね、全5種類になってます。あ、全5種類、はい、あのおなじみの、あの、うんうん、モノマネのものからですねあの水着まで ありますんで、水着ちょっと見てみたいです、はい、そうですね、水着のフィギュアの種類名が、うん、あのトドっていう、うん、え、トドトドっていう、まあ、それ実際インスタグラムのハッシュタグでトドってご本人がつけてたんで、我々がトドって言ってるわけじゃないですよ。あ、そうなんですね、はい、びっくりした。随分ガチャのチャレンジャーだな。そうね、それ言ったらもう多分、うん、もうここにいないかなと思うんで。そういうことなんですね、はい、ぜひ見てみてください実際。今度は何が出るかな。ガチャガチャ、結構の音がいいんですよ ね醍醐味ですよね。お、ピンクです。かわいい女の子が出てきそうな雰囲気ですね。なんでしょうね、かわいいの出てくるかな。お、なんだこれじゃじゃーん、これはなんかビヨンビヨンしてますね。これは一体、じゃん、あ、すごい顔がついてますね。これは何でしょうか。こちらはですね、うん、スシロードクリエイティブのオリジナルレーベルのですね、うん、フォーカスオンというシリーズがあるんですけども、うん、あのこれは完全にそのスシロードクリエイティブの中の人たちがですね、うん、大喜利形式で企画を出し合って商品化してるんですけど、それの第一弾です。で、バンジージャンプをしているフィギュアなんですね。はい、バンジージャンプってやっぱなんか最近流行ってるらしいんですよ、若者の中で。そのなんか人生の次のステージに向かうときに、例えば結婚とか大学合格とか、そういう瞬間にバンジーを記念に飛んで撮影するのが流行ってるらしくて、やっぱそのブシロードクリエイティブとしては最初の商品になりますんで、やっぱその気合というか決意の表れということです。なるほど、はい、バンジー会社としてもバンジーする勢いだと、はい、 ね、お、すごい、しかも本物のバンジーみたいに。そうです、バンジー紐になってるんですね、はい、あのイヤホンジャック型がついていて、うんうん、一応あの最近、はい、イヤホンジャック が、ね、穴が、ね、ない iPhone とかも出ちゃったんで、おうおうおう、それ取り外ししたら普通のストラップにもなるんですよ。あ、ストラップにもなるし、はい、なので2ウェイです、はい、こう携帯のとこに刺してもいいわけだ。そうしたらビョンビョンしてなんかバンジーしてるように見えるよっていう常にじゃあ携帯からスマホからバンジーされてる、ね、みたいな感じになるわけですね、はいはい、本当にいろんなバイヤーさんにこんな邪魔なものを作りやがってっていう風に、はい、お褒めの言葉をいただきます。いや、これいいですね、はい、それではですね、本日は紹介した3つのガチャガチャの商品の中からピックアップして注目して紹介したいと思います、はい、本日ピックアップする商品はこちら、バンジー未来へのジャンプです。パチ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 。これもいっぱい種類があるんですね。こちら全5種類ご用意してまして、うん、基本的にはあの次の人生の次のステージに向かう者たちをチョイスしてますんで、うんうん、あ、なるほど、まあ、脱サラした人とかね、あの玉残しに乗った人とか、はい、受験生、受験生、あと地下アイドルの初のセンター初のセンター、ちょっと可愛いですね、はい、あと脱サラのその後、こんな着ぐるみみたいな、はい、うん、
のもあるんですね。そうですね。で、まあ、ヨーヨー見ていただくとちょっともう気づきの方もいるかもしれないんですけど、うんうんうん、脱サラのモデルになってるのは私ですね。あ、本当だ、はい、ちゃんと同じ顔してるよ。そうなんです。で、なんだったら他の種類も全部同じ顔してるんですけど同じ型でできてるんですね、はい、そうですね、同じ顔にしました。これゴムでできてるって面白いですね。カプセルトイ史上最も長い紐をつけたって意味ないんですけどね、あんまり私なんかちょっと噂で聞いたんですが、なんかスタッフさんが実際にバンジーに挑戦したい、うん、来たとか。そうなんですよ、一応そのうちのそのブシロードクリエイティブのみんなで話した時にですね、やっぱこの商品を売る上で、その実際売りに行く営業マンがバンジージャンプを経験してないのはちょっと良くないんじゃないかって話になりまして。いや、そうですよね、だってバンジーの商品なのにさ、やったことないけど作ったじゃちょっとやっぱ、そうそう、語れないじゃないですか、はい、なんでそこをちょっと飛んでこいと、深みが出ないもの、読売ランドでバンジージャンプできるんですよ。なんで、まあ、ちょっと今回は読売ランドの方に営業マン の、あの出川くんっていうのがですね、出川さん、出川くんが飛んできましたんで、ちょっとじゃあ出川くん、出川くん見せてくれたまえ。あ、これですね、これ出川です、これ出川です。あ、すごい、早速見てみましょう。はい、お願いします。再生。いや、あのふざけんね、マジで。めっちゃ切れてるじゃないですか。ニコニコしやがって。ベッドいいっすね。すごいベッドいい。え、なかなか飛ばねえんですよ。全然飛ばないんですけど。ここに至るまで30分かかってますからね。え、これスーツで飛んできたんですか。はい、すごい。あ、うわ。ワン、バンジー。うわうわ、怖そう。音楽がすごいほのぼのめっちゃ楽しそうだけど、いや、カメラ何台あんのこれ。では皆さん、ぜひ受注お願いいたします。ほんと怖かった怖そう。へえ、面白い。すごいですね、はい、付き添いの人がいたんですよ、付き添いの人がいたんですけど、その人に無理やり引っ張られて30分ぐらいやって、ようやく上まで登っていって、でその付き添った方がちょっとあの体がふくよかな人なんですけ ど、上の方に聞こえてないと思ったんでしょうね、上の方にマジ死ぬ、あのクソデブとか言ってて暴言は良くないですよ。それはずっと録画されててそれが記者ライン全員にバレるっていうのとか。徳井さんはこういうこうなんか高いところから飛ぶとかってどうなんですか。私ね、高いところが大好きなんですよ。あ、好きなんですか。そうだからね、やってみたいなって今見てすごい思いました。そんなこちらのバンジー未来へのジャンプですけども、こちらは2月上旬よりカプセルトイ自動販売機にて販売します、はい、ぜひ皆さんもガチャガチャ見つけたら回してみてくださいね。お願いします。以上、商品紹介のコーナーでした。特別らのガチャガチャした話第1回ですが、早くもお別れの時間が近づいてきました。早かったですね。今後この番組ではどんなことができるんですか。なんか私もガチャガチャの中身考えてみたい、うん、あ、いいじゃないですか。やっぱ特別さんといえばクリエイティブな方ですから。そうなんですよ、はい、私考えるの大好きで、はい、私もこういうの考えてみんなに回してほしいです、うん、じゃあこの番組でぜひ企画を持ち込んできていただいて、うんうん、まあ、見ていただいている方のリアクションとかも含めて、でもう本当にいい企画が出てたらその場でも OK サインを出して、うん、一応その辺の材料は僕は業務委託ですけど持ってますんで。ガチャオにもそんな権限があるんですね、はい、じゃあ私もちょっといろいろ考えてきて、はい、この番組でちょっとプレゼンというか、ね、発表したりして、うん、みんなにどうかななんてちょっとね。大体もう5ヶ月6ヶ月ぐらい後に大体ガチャガチャの商品って出るんで、うん、もう始まってから制作が始まってから、うんうんうん、なのでもう成立さえしたらもう半年後にはすごい、はい、徳井さんの商品が世の中のいろんなところに、うわ、他にもなんか新コーナーとか、うん、なんかいろいろできたらいいなと思いますね。そうですね、みんなでガチャガチャを楽しんでいきましょう、はい、そしてこの番組では今回紹介した新商品を使った面白画像を募集しちゃいます。いこれ何でもいいんですか。何でもいいです、この出てるやつであれば、うしろでクリエイティブの商品を使ってぜひね、面白画像だったら何の商品でもいいです。投稿方法はツイッターにハッシュタグシャープブシガチャをつけて画像を添付して投稿してください。ガチャオさんの独断と偏見によって選ばれたツイートの中からなんと今回紹介しました商品バンジー未来へのジャンプをプレゼントしちゃいます。こちらのプレゼントにはですね、私
徳井さんのサインを入れてプレゼントしようと思います。ただここに書くのはなかなか小さいので、このカプセルちゃんにサインを入れて、なんと3名様にプレゼントしちゃいます。はい、当選した方にはブシロードクリエイティブ公式ツイッターより連絡をするそうです。ぜひ皆さんたくさんの投稿をお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、それではもう本当にお別れのお時間です。次回もお楽しみに。徳井空のガチャガチャした話第1回はここまで。お相手は徳井空と武士ガチャ王でした。それでは第2回は3月上旬の配信予定です。お楽しみに。第2回もレッツガチャガチャ。バイバーイ。どうもありがとうございました。バイバイ。